はい、えー。皆さん、こんにちは。アスファルトシルマです。よろしくお願いいたします。えー、本日はですね、まぁ、あ、動画のタイトルにもあります通り、えー、音楽制作を行うために、えー、こちらですね、iPad mini、え、6 4ギガモデル、えー、Wi-Fi モデルを購入しました。で、今回はなぜ数ある機材の中からこちらの iPad mini を選んだのか、えー、その理由をいくつかお話をさせていただきたいと思います。えー、最後までご覧いただけますと幸いです。 で、それではまずはじめにえ、僕が今までどのようにして音楽制作を行ってきたのかというところをお話をさせていただきます。僕は MPC という機材、そして Logic Pro X というダウソフトを使って音楽制作を行ってきました。MPC と Logic Pro X があれば、まあ、不自由なく音楽制作をすることができるんですが、え僕の中である変化が起きました。 えというのがえ、最近ひょんなことからですね、アップルが提供する無料音楽制作アプリ、まあガレージバンドをねえ、ちょこちょこ使ってるんですけども、まあこれにすごい可能性を感じてるわけなんですよ。もちろん機能的にも使いやすい、そして扱いやすいっていうところあるんですけども、やっぱ一番はこう場所を選ばずに気軽に音楽制作をできるっていうところにすごい感動を覚えました。僕はもう前から言ってる通り、音楽的な知識であったりとか経験っていうのはほとんど持ち合わせておりません。えですので今までにもう違和感のある楽曲とか、まあ変 変なトラックっていうのをね、いっぱい配信してきたと思います。しかし、それでもやはりかっこいい楽曲を作るためには、もう諦めずに、もうダウソフト、音楽ソフトをいじくり倒すというのが一番の練習法だと僕は感じております。で、そういった意味でもこのガレージバンドは一番最適な練習方法だと考えて、今回思い切ってこちらの iPad mini の導入を決めることにしました。それではようやくここからが本題です。ではなぜ僕が iPad mini を選んだのか。 その理由としては大きく分けて2つあります1つ目は外でも気軽にビートメイキングを行いたいと思ったからです 基本的にはビートメイキング、そして音楽制作というのは家の中であったり、まあ、スタジオの中、室内で行うことが多いと思うんですが、僕はあえて外でやりたいと前々から思っていました。それこそ沖縄の綺麗な海の前であったりとか、透き通った空が見えるカフェであったりとか、いつもと違う環境で行うことによって、また作品の色も違ってくるでしょうし、またそれを映像で収録することによって、より面白いコンテンツが配信できるからだと思ったからです。そのためには持ち運びするためのデバイスっていうのはなるべく軽い方がいいと思います。 考えてこういったノート pc ipad pro ipad ipad ででももななくく air こちらの mini を選んだというわけですただここで一つ疑問が出てくるはずです。それは iPad mini を買わなくても今手持ちの iPhone を使うことで実現することができるんじゃないかというところです。そのことについては iPad mini を選んだ二つ目の理由と大きく関わっており、ここからが一番重要な箇所となっております。 え、iPad mini を選んだ二つ目の理由、え、それは iPad の上部に隠されております。3.5mm のイヤホンジャックが付いてるからなんです。え、以前の僕の動画でもお話ししましたが、え、僕はガレージバンドを使う際にはこちらのミディキーボードも合わせて使用します。で、もちろん専用のコネクタを使うことで、こちらの iPhone とこのキーボード、え、併用して使うことはできるんですが、え、そうすると、今度はイヤホンジャックがさせなくなるんですね。iPhone から出てるわ。 えそうなると、外で音楽制作を行う際は、イヤホンでモニターすることができず、iPhone から音が流れてしまうというところになっておりまして、 外で音楽制作をするとなるとかなり厳しい状況になってしまいます。間に簡易ミキサーを挟むことでその状況を改善することができると思いますが、それだとまた物が大きくなってしまい、持ち運びっていうところではかなり向かなくなってしまいます。ですので、現状 iPhone を使って外でビートメイキングをするっていうのはかなり難しいと考えております。で、一方こちらの iPad mini だと上部の方に 3.5mm のイヤホンジャックがあるので、そこにイヤホンを挿してモニターすることができるので、外でビートメイキングするには iPad mini が最適だと考えました。 以上2つの理由から僕は iPad mini を選ぶことにしました。 では最後のトピックとして、なぜ僕が iPad mini の 64GB モデルを選んだのかえ、そういったところをお話ししたいと思います。で今回の iPad mini のラインナップは 256GB、そして 64GB の2つになっておりますで。価格についてはご覧の通りとなっており、価格の差は税込みで18,360円となっております。この価格の差については高いと捉えるか安いと捉えるかは使用用途によって変わってくると思うんですが、僕の使用用途としてはご覧の通りです。 え、基本的にはガレージバンドでの音楽制作、そしてたまにライトルームで写真の加工を行う、そういったところになっております。僕の場合はかなり特殊なケースだと思うんですが、本当にガレージバンドを使うためにこちらの iPad mini を購入したという感じです。ですので、256GB のストレージだとかなり持て余してしまうと思いましたので、今回は 64GB を購入することを選びました。とはいえ、ガレージバンドのアップデートで追加される音源ソフト、そして OS 自体のアップデート、 アップデートそういうのを考えると今後大量にストレージを使うことが予想されます。 で、欲を言えば、128GB の容量を選びたかったところではありますが、今回は 64GB で挑戦したいと思います。ですので、使用して3ヶ月ぐらい経った後に、使ってみての感想であったり、気づきであったりとか、そういったところまた動画で配信していきたいと思ってますので、今後の動向をお待ちいただければと思います。今後はまた違ったビートメイキングの動画を配信できるかと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。それでは今回も動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。 また次回の動画でお会いしましょうアスファルトシロマでした